3スポット以上のフォトパネルと一緒に撮った写真を SNS と
ても可愛いので、今日ここで会えたのも何かのご縁に違いない。皆さん、ぜひ応募してみてください。どうかお願いしますというお願いです。で、ここで改めて全体のね、説明をしますね。フォトパネルを見つけよう、島根っこ巡りキャンペーンとは、インスタグラム、旧ツイッター、X、TikTok、Facebook から応募できます。島根県内の観光スポット22カ所に、各スポットの島根っこ限定デザインパネルが登場。結構大きくて、それぞれの場所にちなんだかわいいデザインのフォトパネルです。設置されています。島根っこ、あれ、こんなに見つけた島根っこ巡りを、ああなるほど、いいもの見つけた、ありがとう。じゃあちょっと場所交代しよう。ありがとう、ありがとう。はい、すいません、突然何かと思われましたよね。あ、島根っこ巡りの説明に戻っていいですか。はい、ありがとうございます。すいません、今何の話してました。フォトパネルが設置されているんですよ、22箇所に。で、そこで一緒に、そのパネルと一緒に記念撮影をして、ハッシュタグをつけて SNS 投稿すると素敵なプレゼントが当たるかもというキャンペーンです。参加賞として待ち受け画像のダウンロードもできたりとか、ね、各スポット限定の画像が、ね、見れたりします。第1弾は12月15日まで、第2弾は来年2月29日までです。設置場所や詳しい応募方法などはキャンペーンサイトでご確認ください。松江市内では島根県物産観光館、松江フォーゲルパーク、魚の関灯台ビュッフェ、魚の関灯台ビュッフェ、サンスポットありますよ、サンスポット。スニーカー応募できるね、島根っこ。で、松江市内だけでもできちゃう。全部で22箇所、近隣の安来市や出雲市などにももちろん設置されているので、ぜひこの機会に島根っこ巡りしてみてください。よろしくお願いします。フォトパネルを見つけよう、島根っこ巡りキャンペーンのお知らせでした。さて、島根っこの定義といえば、あ、そう、ダンスね、ダンス、今日も踊ろうかなと思っています。今日は今流れている島根っこの歌、こちらを披露します。島根っこの歌、ダンスのレクチャーをするので、皆さんも島根っこと一緒に踊ってみませんか。一緒に踊ったら楽しいよね、島根っこ。周りのお友達に気をつけながら、よかったら手だけでも一緒にやってみてください。で、島根っこが持ってきてくれたこれがね、これで、ね、使わせてもらおうかな。回って猫のポーズ。はい、ここまでです。
早いので、そうついていくのは難しいかもしれない。そう、そんなに早かったっけ。ヨネがめっちゃ早い。そうね、早いけど、でも何回もね、同じところ出てくるので、ぜひぜひ、どんどんやってみてください。あと、今のところと違うところも、よかったら真似して、楽しく踊ってみてもらえたらと思います。踊るのはちょっと難しいなっていうお友達は、手拍子で応援をお願いします。では、皆さん、準備はいいですか？いきますよ。島根っ子の歌、ミュージック、スタート。
今日会えた記念にぜひフォローしていいねやコメントをしてお友達になってもらえたら嬉しいです。今日の様子もね投稿したいので、あ、そうだ、ちょっとお姉さんもねそうステージさせてもらったよっていうお写真を撮らせてもらいたいかなと思います。皆さんもよかったら、スマネコ結構スマシっぽくて動いちゃうから写真は難しいんじゃないかな。皆さんにも撮ってもらえるようにいろんな方向を向いてポーズしてもらおうかな。
はい、たくさんのお友達と一緒にお写真撮れて、下根っこどうだった？下根っことても嬉しかったね。ありがとうございました。ダンスもね、みんな踊ってくれたし、一緒にお写真もたくさん撮ってもらえて、うん、そうだそうだはい、とっても楽しい時間になりました。ありがとうございましたね。ありがとうございますね。皆さん、あの島根っ子の今やってるキャンペーンの方もね、島根っ子巡りキャンペーンもぜひ参加をお待ちしています。はい、でこの後ね、12時40分のお時間にもお散歩しに行きますので、ね、会場内もちょっとね、どんなの売ってるのかなとか見てみたいよね、島根っ子ね、気になるね、美味しいものがありそうだよねはい、では島根っ子一旦ね、おやつを食べに行ってきます。皆さんありがとうございました。島根っ子のステージでした。楽しんでいただきましたでしょうか。12時40分から30分間ステージでお写真を撮ったりお散歩するそうです。こちらもお楽しみください。1時10分からここステージで小間田商業高校郷土芸能部の皆さんが闇神楽おろちを披露してくださいます。ぜひお越しください。